山が。上に乗ってもいいですけど、赤くなって、ビニョビニョビって頭が大きくなるっていうね。あれはアウト。アウト？あらららら、判定が下されました。ということで、まあ、だからなんか露出が多いというよりも、変な想像をかきたてるみたいな、はい、ね、感じで。でもね、これ逆にもずい宣伝になってるよね。いや、確かに。で実際今もすでに300万回見られてるんですよ。もうそれだけでもう実はすごいことなんですよね。これよくできてるのはこんだけちょっと設計すぎるって話題で配信中止ですよっていうニュースだけど、今週の土曜日までは見れるっていうところがミソ。はい、これは逆 PR になってて、ねえ、宮城行ったの。はい、行ったのでこちらです。はぐれ雲44年で幕開けという記事です。スポーツの記事です。ビッグコミックオリジナルで連載中のジョージ秋山さん原作の漫画はぐれ雲が9月末の発売号で終了することが分かりました。44年の歴史に幕です。お姉ちゃん、あっちと遊ばないっていう昨年雲ですけども、逆にね、もうごめんなさい、まだやってたっていうことにまた驚いたんですけど、知ってはいるんですね、やっぱり。もともとは知ってます、で今もビッグコミックオリジナルで連載が続いているんですけど、なんと44年ずっと連載して、ジョージ作者のジョージ秋山さんも74歳、はい、結構いいお年になられましたけれども、それでその秋山さん自身は数年前からそろそろかな、そろそろ終わりかなっていう感じで、はい、そのタイミングがついにやってきたということなんですけれども、まあ、ちょっと洒落た粋な漫画でね、見たことはない、見たことないですよね。これは時代劇漫画なんですけれども、はい、あぐれ雲ってちょっと言葉が苦手なんですよ、はい、それでね、こんなものの着物を着て肩にいつもなったものって顔みたいな、はい、一本長い棒なのか、あの中で刀が飛んで人の方が刀が、でお酒飲んで、でいつもふらふらしてお姉ちゃん見ると、お姉ちゃんはちょっと遊ばないなんて、ふらふらして自由気ままに生きている男なんですけど、はい、そのくせなぜか将軍の徳川、吉野を引退して仲良かったり、歴史上の人物も登場したりして、はい、めったに見せないんですけど、いざという時は居合斬りをやるとすごい達人だったりするって、なんか男の犬を詰め込んだような、で可愛い奥さんとしっかりした子供が息子がいるわけですけども、で毎回ね1話完結で、はい、人生訓みたいな、なんか例えば人生そんなに急いでもしょうがありませんぜ、みたいなことが示されているような大人の漫画ですね、すごくね、はい、それが単行本が112巻、すごいですね。それで44年の幕を閉じるということで、何回か映画にもなってドラマになってて、1978年には渡先生さん、渡先生さんはこの「はぐれ雲」のキャラクターのそのまま出てきたような感じですね。その後なんと1990年にはビートたけしさんにはぐれ雲があってまして、どう見てもはぐれ雲に見えないし、暴走してきたらしいんですけど、たけしさんの君がはぐれ雲じゃなくてはぐれ雲だって、逆にたけしが44年に幕を閉じる壮絶で、結構男性ファンの皆さんは、ああ、悪いのか、どうに悪いのかっていう考え深い感じが、あれでも僕44歳の人だったら、生まれた時からずっと知ってる漫画ですから、で、こうなるとね、こっち側で終わったでしょ、はい、終わりました。アブさんが、アブさん終わって、学年号が終わると、あともう頼みますな、ゴルゴ13だねっていう、ゴルゴ13もね、まだやってる、無理と。会話が飛び交っているそうです。はい、もう一つこちらです。北海道は山形県という記事です。北海道新聞の記事です。カルビーが今年から47都道府県の地元ならではの味を再現したポテトチップスを各地域限定で発売します。北海道の味第1弾は山わさび味に決定です。山わさび、はい、第1弾は北海道、なんて北海道じゃないと
そして山わさび味を9月18日から道内のコンビニエンスストアと千歳空港などさあお土産用ですよ。そうですね、いやでも食べたいに開発すると、はい、これはなかなか、まあ、わさび味、わさび風味 のこうスナック菓子の今でもありますけど、はい、山わさびっていうところが北海道ならではですね。そうですね、北海道の皆さんはね、あの当たり前に山わさびを、はい、まあ、買ったりしますよね。身近にあってますけど、僕ね、あの関東出身の僕としてはね、北海道来るまで山わさびっていうものを知りませんでした。知らなかったんですか？中学生の緑色のわさびしか見たことなくて、だから多くの方はそうなんじゃないかな。山わさび自体も知らなかったってこと？見たことなかった。本当ですか？北海道の知り合いの居酒屋で、お母さんが、これ山わさびだよ、車に乗って、それとけたらうまいよって、なんともう一度行かないのが、でも、旅行に、お宅旅行来た人はみんな食べて、美味しいねって言ってもらいました。ビールで結構お土産で買って帰ったりしますよね。だからね、山形ビールっていうのはね、あの、いいところに出てたなって感じでね。美味しい、絶対美味しいです。もうなんと47都道府県の他の、47都道府県全部制覇したってなるんで。そうですね。味噌ラーメン、スープカレー味、スープカレー味、多分カレー味になったのかな、なんだろうな、豆、ま、豆、小豆味、小豆味ちょっと楽しみです。北海道のポテトチップスは山わさび。